そうだ、リンカさんにこの前の竜太子の感想を聞いてみようかな。リンカさん、この前の竜太子なんですけれど、目的を達成したような感じとか、やり遂げたような感じありました？アーシャ、竜を倒してみれば何かわかる、そんな気がしていましたが、結局は何にもわかりませんでした。あれは私のやりたいことではなかったようです。そうでしたか。ただこれじゃないということははっきりとしました。おそらく私は戦うことが好きではないのかもしれません。それはちょっと意外です。でも不思議ではないのかな。私には剣しかないと思っていたけど、剣しか知らなかっただけかもしれません。かもしれないじゃなくて、そうなのよ。私は以前からそう言ってたでしょ。やっぱりそうですよね。ま、それが分かっただけでも上出来よ。ゆっくりやりたいことを探しなさい。やりたいこと。マリオンをお守りするのがやりたいことではあるのですが。それは任務の話でしょ。それ以外のことの話をしているのよ。いえ、任務とか関係なく、いつも、いつまでもそばにいたいなって。そんなわけにはいかないでしょう。10年も20年も一緒にいるわけには。10年でも20年でも平気です、マリオンと一緒なら。もうそんなまっすぐ言わないでよ。とにかく話が変わってるでしょ。あなたの目標を見つけるって話って。 いえ、もしマリオンと一緒にいることが私の目標だとすると、もうできていることになりますね。それはダメ。なんかずるいじゃない。マリオンは私と一緒が嫌ですか？まあもう、そうじゃなくて。それはそれとして、目的探しはやりなさい。マリオンが怒った。そして私は、今日もまた怒られた。